はい、おこんばんちは、うかでございます。さあ、続きやっていこうか。パーコロで6を10にします。で、それで、そう、パーコロカスタム、あ、パー、いいね、カスタムで。で、6の目を10にします。4を上げて、来い。さあ、来い。何が来る？来い、カスタム、ダーダメか。あー、ダメだ。痛いな、ちょっとやらかしたの。まあいいや、それで8でもいいや。うん。そうそう、あれ？あー。やめろー、やる気が痛い。ちょっと、練習アップで、じゃあ、さすがにね、レベル1じゃ何もできないので、ちょっと上げます、これで。せーの、ドーン！あ、6、戻ってきた。あ、まあ、いや。結果オーライかな。ちょっと心もとないけど、仕方がない。守備。監督にもちょっと見てもらって、もうちょっと評価を上げなきゃいけないな。ライゴンの周辺、あ、体が軽くなって、あ、よかったよかった。そっかそっかそっか。ちゃんと分かってるんだよ、もうライゴーさんは。あいつの欠点気づいてたから、あのメニューを。才能があるが基礎大学にかける。あれ、そいつはいつか怪我をすると思ってな。なるほどね。お前はこ底上げ。あ、マジで？え、そんなに？ちょっと待って待って待って。これやばいぞ。これ期待できんじゃないか？なんか物足りない。マジで？大丈夫かな？もあ、評価、あ、でも、評価上がって、あ、いろいろ上がって、あ、プレイタンコスか。オーケーオーケー。お兄さんが走ってるから、死んであった？ないのである。そっか。しかし、我が活躍すれば進展するはずだよ。なるほどね。うん。ああ、違うか。我同様、兄は野球好きだった。だから、我の活躍、兄の耳目に触れれば、兄からコンタクトを好みでくれる、そう思うんである。なるほどね。強豪に行った方が活躍できる機会が多い。ん？これもしかして、6面大学、だからこのフレーズ、フレーズが変わってくるのかな。運も必要だと思った。そうだよね、だから。うん。早速練習始めるぞ。今日はやめよう。うん、そうだよ。うん。でもこれで、あ、よっしゃ、使えるんだ。オッケーオッケーオッケー。あ、肩、筋力かなり上がったっていうか、相当上がったんじゃないか？鍛えたな、これは。どれ？わお。よいしょ。まあ、使うよね。当然のごとく。で、これで、3にすればパワー、ホームランが狙えるバッターになる。俊敏性も欲しいな。走ろう走ろう。ランランラン。楽しくみんなでランニング。よし。ん？あと、蝶野さん変わってくる。そうだね。蝶野さん変わってくれば。ん？この声は。敗部を諦めておらんぞ。わしは先制できた。誰？6名大学オールスター9。なんだよ、今度は。オールスター9。フォーチューン9の反省を踏まえて戦を集めてきた。運と実力を兼ね備えた戦たち。マジか。戦、厳しいな。その野球の戦は、ちょっと、怖いよ。ラグビー部のキャプテン。大人気も出せる。俺買うのない。ラグビー部？もし野球のせいじゃないか。もし大人気使わねえし。これを持って走るのか。いや、違うから。サッカー部のやつだ。6分点取りは俺のこと。で、手を使って投げるのは？あ、スローインならできるよ。あ、でもこのボール捨てなくて無理。テニスの日はどんな顔で使えず。ラケットじゃなくてバットだよ。うわ、バット細っ。ダメだな。ふふ、今までのは前座。俺が真打ちだ。それ何部？ラゴ研究会。お前は帰れって。お後がよろしいよね。学長、このチームに勝てば廃部免除していただけるんですね。勝てるもんならな。はっはっはっは。で、ね、男子18体で当たり前だろ。さすがに、以前野球をやった。野球どこかへ持ったぞ。あんたが進歩したんだ、俺たちは。覚えてろよ。いや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 。面白すぎるだろ、ちょっと。この学長、俺逆に好きだわ。ここまで露骨にポカやらせてくれると面白いわ。ちょっと。今日は走り込みか、なんだか最近、面白めって誰来たんだよな。面白みがないときは、子供の頃の、だから遊びをこう導入すればいいと。短距離2000メートルと、ね、それは違うな。どうしよう。じゃあ、鬼ごっこ、鬼ごっこ。やっぱ走ってね、こう。ガーってやった方が面白いよ。うさ20回先輩やってもいい。マジか。罰ゲーム？まあ。まあ、しゃないしゃない。よし、練習。走塁が来た。よっしゃ、ちょうどそれ欲しかったんだ、俺。あいや。よし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 。いいね。ちょうど欲しかったんだね。見せたんすか？サンキュー。今日もいい感じだ、つって。お、黒服か。お前が黒服じゃねえか。まあいいや。気になったな。飯か、つって。もう先輩はちょっと飯誘ってくるんですね。頑張ります。じゃあ練習アップで、じゃあ
ちょっと8やるかな。8行きたい。総力をとりゃーっとーん、よっしゃー、やったぜ。やっぱりね、俺運あるわ。俺運持ってる、間違いなく。で、ちょ、もう一回6をね、10とかにしてみたいな。え、何、うっかりパークロ落としてしまった。なんか出目がバグっぽい。大丈夫か。ちょっとやってみよう。パークロカスタム6の目を4。大丈夫かね、バグってる。大丈夫かな。はい、その結果は、おー、よっしゃ、成功、やったぜ。バグってことはだから、いいってことなのかな、きっと。見慣れない顔だな。刑務所にしては挙動してんだし。まあ、タコのスパイダーとか、あそこに他の偵察するんじゃないか。そうだって、ほっといていいのか。俺たちに言うのかかるのせん。どうしようかな。いつもどう、いや、全力を見せる、あえて。そう、相手をビューラしてやるんだ。いい意気込み。ああ、そう。でも、なんだかんだライゴさん、怪我には気をつけるとか、いろいろ気遣ってくれるから、いい、やっぱ、いい人ですもんね。ちょっと、顔、いかついけど。じゃあ、これで練習。いや、じゃない、忘れちゃった。機材変更だ。どうしようかな。これで筋力もう一回やってみるか。6はちょっと、心もとないわ。せーの、ドーン。あ。おかしいな。なんでだろう。パークロ。なんかおかしいな。なんか納得いかねえんだよな。4。さあ、俺の運を見ろ。どうだ。よっしゃーい。これでだいぶいいんじゃないでしょうか。くそ、ほんと運が悪い。和牛セット届いた。あ、みんな、ありがとうございます。ムシカさん、ムシカどうした。探しやす、いってらっしゃい。まさか不運になってないか。おーい。オイラもまだ掘ってる。天津君大丈夫だって。よかった。久しぶりに差し入れあやつけるよ。ムシカが無事だったとは。これでマミちゃん、これもマミちゃんの幸運のおすわけだろうな。え、マミちゃん大丈夫かな。あ、どこ行った。あ、大丈夫なのか。犬入ってきた。大丈夫かな。あいつのせいでグラウンド荒らさないで。グラウンド荒らさ、なんでこれ、これ時間だよ。あ、筋力上がる。あ、まあいいんだって。上がるんだったらいいよ。うん。犬ぐらい優しくしてやれ。レンシャップ。もう、パワーが全然上がらん。これで、よりゃ、来い、10、来い、ちゃう、よいしょー、最高じゃないですか。もうこれ余計なことはしないよ、俺。練習。よいしょ、ベンチプレス。いいね。いい感じで来てるよ。新投球術、話した。新データ4バージョン 1.1 ベータ版だ。どうなんかな、それはどうかな。では、さすがに、ジミー。さあ、ちょっと、楽しみだな。あれ、同じ相手に同じ攻め方しかしない。アウトウェイの変化球、それでやってやる。なるほどね。どうだ。でりゃー。お、いいじゃん。いつもの感じの、あ、でも変化球だろ。お、何、俺の得意玉以外の直球だと。なるほどね。そうか。揺らぎ要素を加えた。ランダム性のこと。なるほど。おー、こ敵のね、この新しいアルコリズムを加えれば、100戦、危うからずだ。じゃきーん。いいじゃん。24時間かかるのが難点。出たかい席。大会や連戦はどうするつもりなんだ。眠れなければいい。落ちまでちょうどらしいやって。まあでも、うん。いい子なんだろう。どう、ちょっとね、抜けてる子なんだね、本当に。それは思うわ。あ、はい、じゃあちょっと。一旦休憩。ちょっと休んでから、まあこうやってタッグもあるんだよね。絶対これ後々ね、足りなくなってくるパターンの気がするんだよ。メントレ。よし、いいぞ。メンタルトレーニング足りなくなるよね、これ絶対。よ、俺ね、毎回ね、足りなくて困るときあるんですよ。ティーバッティングどうした？あ、なるほどね。うん。引っ張るためにはやっぱ近すぎる方がいいんだ。むしろ。どりゃー。お、引っ張る、鋭いだけのが難しい。強度すな、タイミング間違えなければちゃんと使える技術だ。そっか。あ、評価上がった。プルヒッターめっちゃ上がるじゃん。スタミナ転生を考えなきゃ。監督評価高、あ、信頼点だ。あ、よかった。信頼点だね。はい、じゃあ、試合には出れるようです。じゃあ次回行きたいと思います。それじゃあねー。